クラウドファンディング目標額達成ありがとうございました。皆さんのおかげで最初は無謀かと思った目標額を達成することができました。災害でも医療を止めないという信念のもと、私たちは1月1日発災直後から地域医療、そしてその医療をどうやって守ろうか、地域にどうやって復興させるかということで頑張ってまいりました。皆さんからいただいたご講師、そしてとても温かいメッセージを心の糧として、これからも頑張っていきたいというふうに思います。この度は全国の方々からたくさんのご支援をいただき本当にありがとうございます。支援の額も、さることながら、クラウドファンディングの時につく応援のメッセージっていうのは、これは本当に職員が皆非常にそれに励まされて、そしてそれによって、被災した病院であっても孤独を感じることなく皆で前を向いてやってこられました。ご支援いただいた支援金に関しては、損傷の激しい建物の修繕であったり、医薬品の購入、また職員、頑張っている職員の慰労に当てたいと思います。そして能登半島の地域医療、ここ最後の砦としてしっかり守っていけるように、これからも職員一丸となってできること以上全てやる覚悟でやっていきたいと思います。本当にありがとうございました。頑張ろう、刑事。頑張ろう、能登。